乗ったことないですよ。これ行きましょう、この。これ行きましょう。急にどうしたんですか。シーズン中のスタンドでこっからも見れるじゃないですか。そういうのを見て乗りたいなって子供の頃がありましたね。観覧車好きなんですか。観覧車大好きです。いや、高いところが大好きです。遊園地とかジェットコースター大好きで、富士急アイランド、富士急ハイランド行ってみたいです。結構高いな。天気もいいですしね。めちゃめちゃいい、めちゃめちゃ景色いいじゃん。最高っす。こんなもう試合やってる時に見れたらもう頂上で泊まっていいっすもん、僕。わっ、小蛇くんが見ました。あ、小蛇くんが見ました。手振ってます。いや、まぶしい。手振ってわー、すごいっすよ、本当に。で、思ったより高いっすね。やっほーやっほー。ないじゃないですか、他の球場を試合中観覧車見れるみたいな。また小蛇くんが、あ、近くなってきた。小蛇バカいい、バカ景色、楽しい。あー、もう低くなってきた。周期練習はどんなことを意識して取り組まれてますか。体重を戻しつつ、あと周期練習、周期キャンプ中にシュガーレスを回転したいなって思います。前までゼロやったんですけど、まあ去年とかはコーラ10缶とかずっと飲んでたんで、それを1日1缶みたいな、それ飲んだらもうスイーツゼロ。ありがとうございました。ありがとうございました。ついてしまいましたね。気をつけて。着いちゃったんです。早いっすわ。試合中に乗って、それの感想を教えてほしいっす。あの、今日ですら最高やったのに、ライターで夜景も見れるじゃないですか。ぜひ感想と写真を僕に送ってほしいです。お疲れ様でした。秒で頂上やった。相当景色いいぞ。気づいた。でもなんか一回小蛇と同じ目線だったっす。マジ楽しかった。YouTube YouTube 登録してね。楽しいイーグルスのチャンネルなんだよ。 YouTube YouTube 登録してね。